パパジーンズタイニーハウスプロジェクトスターティング。今日は7月7日、七夕さんです。ただいまの時刻は10時45分。途中で、ローソンで、アイスコーヒーを買いました。買いましたというか、ポンタのポイントで、買ってます。なんか数日前からポンタをのポイントを使ってます。なんか6000円分ぐらいなんかずっと溜まってたみたいで、これをこのコンビニでどう使うかってもう毎日このアイスコーヒーを120円のアイスコーヒーを買うぐらいしか使いようがないので、まあこれ、On the way to come here I get the ice coffee at the Lawson using aPoint, accumulated point. I have more than 6,000 point. It means like $50 or $60. This one is only iced coffee is $1. Good. この頃はなんか今日は特に暑いけどもなんかえらい元気が出ております。着々と暑いけども作業を進めていきたいなと思います。いろいろやってますがこれ全部もう設計なんかしてません。全部思いつきでこう見てはここをこうしようかなああしようかないう感じで、やっております。ちょうどお昼になりました。朝からやったことはこのトリム上をつけました。で今度はこう縦にトリムをつけます。それであとこの辺のデザインを考えていきたいと思います。ちょっと何にもないのも殺風景な感じがするので、ダミーの窓かなんかをつけようかなと思いついてるところです。それではお腹空いてないけど甲羅町お昼になったので、ご飯を食べたいと思います。今日持ってきたのはポテトです。ポテトと昨日帰りに業務スーパーでこのぶっといツナ巻きいうのを買いました。もう2割引きになってました。であとこの納豆です。それと納豆をこう持ってきました。これ冷蔵庫に入れてあったからちょっとだけチンして食べます。これは冷凍してたから絶対チンせなきません。今気温はぐんぐん上がっております。ちょっと風があるから湿度が今日はちょっと少ないから気温の割には快適です。今日もいただいたお茶をお茶を詰めてきました。ちょっと元にこの巻き寿司はちゃんと家で切っていきました。2、4、5、9、9つに切っていきました。であと栄養のために納豆を持ってきました。
絶対せないかんこともないし、なんとなく作業を進めていきたいと思います。で、時間があったら掃除もしたいと思います。今日は日曜です。郵便が届いてるらしいです。で、中身は果物だけやったので、もうそれ玄関に置いといてちょうだいというふうに言いました。また来てもらうの気の毒です。ありにくいかなと思って買っただけです。いろいろチョイスがありました。日の帰りに高良町の業務スーパーにて卵を買おうと思って乗ったら、みんなも弁当類とかこういうものが2割引きになってました。まあ業務スーパーのお弁当も買って、それを晩ご飯にしました。ただいまの時刻は1時半です。だいぶトリミングの方が進んでおります。このドアの周りのトリミングをしました。あと今からこの下太いトリムをつけたいと思います。その後この辺がちょっと寂しいから何かしようかなと考えているところです。ちょっと遠いところから行ってみよう。こんな感じです。ただいまの時刻は4時です。今からこの鏡を30センチの、だいたい30センチの正方形鏡を2つ作りたいので、ガラス切りで切っていきます。うまいこといくかどうか分かりませんが、ちょっとやってみます。
あ、これ2回やったらいかんよな。いかんと言われつつ2回やる。はい、さあ割れるかどうか。いやいやな、これうまいこといきました。次にまず真っ二つに割ろうかな。二つ。これがだいたい80センチか40センチのところで、そういうわけにいかんな。これが40だ。まだ1回でいかないな。映ってるか。怖いな。目をつぶって、ワン、ツー、うっ。
ね、今ここへ入って、はい、これ何センチだ。30.5。30.25にしよう。かな、そこの辺薄いな。2回やったらあかんね。ああ、前向きかどうか。ワンツーワンワンツーワンツー、あかん。ワンツー、あかん。おい、おい、ここへ入るか。入ります。恐ろしい。いい感じ、いい感じ。だんだん慣れてきました。慣れた頃が危ない。今日1、2の、うん、グッド。はい、これはジャンクの鏡です。これはあのプラズマテレビを分解した時に出た鏡です。それを使います。まあ、これ何を作ってるかといえば、あそこにインストールするダミーの窓です。ダミーの窓やから部屋からは何もありません。外からは窓のように見えて、実はこの鏡です。
鏡やったら鏡丸明かりで面白くないから、このスモークのガラス、このスモークのガラス、このスモークのガラスの内側にこの鏡を取り付けます。でこんな感じに外からは見えます。中からは何もありません。一応こんなのを作ってみました。割れたらいかんから、どっか安心するところに置いておきます。この窓枠はハイメさんがくれた廃材です。すべて廃材で作りました。これを こことここへインストールしたいと思います。暑い。切りがあったら、まあまっすぐ、まあこうでも切れるんやろうけど、ガラスを自由にこう切ることができます。そんなスキルができてしまっております。悲しいことです。48、だいたい48の四角。
あこの場所で。見慣れてくるんよな。問題はもっとドア寄りの方がええように思うな。どうやろう、どのぐらいドア寄りかみたいな話。でもあっちが色塗ってないから白がもっと多いよな。ならおかしこともない。ちょっとこれでガラス入れてみようかな。どない見えるか。まずこれとこれをひっつけます。ここでゆっくり座ってグッジョブセン。感じです。どうですか、ラミーの窓は。遠くから見たら普通の窓に見えるかな。 Looks goodLooks good. 場所も別におかしくないか。だんだん見慣れてきました、はい、もう一個インストールしたら帰ります。はい、今日はこのぐらいにしておきます。小さい小窓を2つ付けました。それとあとトリムです。
白のトリモをやりました。どうですか、ちょっといい感じになったと思います。 Thank you for watching. See you tomorrow.